ディジットアイ、ことわざ AI 戦を。おで始まることわざを AI が選んでみたら、 AI のチャット GPT と Google バードにおで始まることわざをそれぞれ3つ紹介してもらいました。今回は思わぬトラブルも発生、ぜひ最後までご覧ください。まずはチャット GPT から、ディジットアイ、おで始まることわざを3つ、意味と使用例も教えてください。チャット GPT、もちろんです。以下にお、で始まる3つの日本のことわざ、それぞれの意味と使用例をご紹介します。1、お茶の子さいさいし、意味、経験の浅いものや未熟なものは自信過剰で臆せずに物事に取り組むものです。使用例、若い選手がプロの試合で活躍するとお茶の子さいさいしと言われることがあります。2、おてんばおてんば、3度目でおしまい、意味、1度や2度なら許されるが同じことを3度繰り返すとそれには制裁が伴うことを意味します。使用例、友人が同じミスを3度繰り返した場合、おてんばおてんば、3度目でおしまいと注意することがあります。3、面白きこともなきよう面白く、意味、何事もつまらないと思うような世の中でも自分自身の努力や創意工夫によって楽しむことができるということです。使用例、失恋した後でも前向きな姿勢を持ち、新しい趣味や友達との出会いを通じて面白きこともなきよう面白く過ごすことができます。以上がおで始まる3つのことわざです。これらのことわざは日本の言葉や文化において広く使用されています。続いてバードにも聞いてみましょう。ディジットアイ、おで始まることわざを3つ、意味と使用例も教えてください。バード、はい、日本語で答えます。お言葉ですが、これは相手の言葉を丁寧に受け止める際に使う言葉です。お言葉ですが、それはできません。お言葉ですが、お引き受けできません。お言葉ですが、お断りいたします。お言葉ですが、お礼申し上げます。画面のように質問の意図とは異なる回答が出てきました。このような場合にはバードであればブラウザの再起動やバードにログインし直してみると良いでしょう。チャット GPT でエラーが発生した場合にはアプリを再起動します。では改めて、ディジットアイ、おで始まることわざを3つ、意味と使用例も教えてください。バード、はい、日本語で答えます。おで始まることわざを3つ、意味と使用例を挙げます。お後がよろしいようで、意味、相手が元気で過ごしていることを願う言葉。使用例、お後がよろしいようで、お疲れ様でした、老いたる馬は道を忘れず、意味、年をとっても経験や知識は忘れない。使用例、老いたる馬は道を忘れず、若い馬に道を教える、追いつ追われつ、意味、追いかける者も追われる者もどちらも疲れ果てる。使用例、追いつ追われつの勝負だったが最後は力尽きてしまった。他にもおで始まることわざはたくさんありますが、これらのことわざはよく使われるものです。いかがでしたでしょうか。今回はチャット GPT とバードでのことわざのかぶりはなかったのですが、バードの選出する内容がことわざというよりも慣用句が多いので、バードにはさらなることわざの学習が必要な感じがします。バードには他のおで始まることわざを選出してもらったところ、お手本にせよ親が席に酔う、お見事を選出したので、お見事はことわざとツッコミを入れたところ、申し訳ありませんがお見事はことわざではありません。これは素晴らしいことに対しておおむね簡単や称賛の気持ちを込めて言う言葉ですと回答したので、さらに先ほどお見事ことわざとして紹介したのはなぜと確認すると、ご指摘ありがとうございます。先ほどお見事をことわざとして紹介したのは私の間違いです。お見事とはことわざではありません。これは素晴らしいことに対しておおむね簡単や称賛の気持ちを込めて言う言葉です。今後はより正確な情報を提供できるよう努めてまいりますという反省の弁を述べていました。一方でチャット GPT にもバード読み、親が席に呼ぶの読み方を尋ねたところ、親が背中に酔うの読み方は親が背中に酔うとなりますとバードとは異なる読みでしたので、親が席に呼ぶとは読まないと確認したところ、すみません、誤った情報を伝えてしまいました。正しい読み方は親が席に呼ぶです。おっしゃる通り、正しい読み方は親が席に呼ぶです。お詫び申し上げます。ありがとうございましたとこちらも誤りを認めました。やはり現時点での汎用的な AI にはことわざは難しいようです。AI アプリや URL は概要欄に記載しておきますので、
ぜひご活用ください。ディジットアイ、デジタルライフをサポートするコンテンツをお届けします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。チャンネル登録していただけると嬉しいです。